嬉しそうですね。クエストを達成しました。気合十分ですね。いい感じですね。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。3番ゴールドプルーフが先手を取ります。それからもう1頭ゴールドヘッド、サプライズパワー。さあ気合はどうなんだ。7番カタノペリー、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。それから9番ダイチシャーロック、そして6番手に大隅ジェットであります。ラシアンスキー、4番スノーエンデバー、1番名声オペラ、ほとんど馬体が合っています。
第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーそれから11番スタートザウェイ、それから離されまして成田方まで MI ブランがそのうちにいます。さあ前の方はどうなっているのか、順位が入れ替わっておりまして、先頭はゴールドヘッドであります。ばらけたレース展開であります。これと一緒にサプライズパワー3番ゴールドプルーフ、下がって3番手、そしてその後ろから7番カタノペリー、9番タイキシャーロック、12頭が第3コーナーに向かいます。内を通りまして5番オースミジェット、2番ラシアンスキー、それからスノーエンデバー、そのうち名声オペラ、エルウィングからの光を受けていよいよ最後の直線。カタノペリーは4番手といったあたり、先頭はゴールドヘッド、このあたりでサプライズパワーがかわした、サプライズパワーが抜け出した、このまま粘れるか、サプライズパワー先頭石崎とサプライズパワー、外から1頭カタノペリー、名声オペラが2番手、3番手に MI ブラン、 MI ブラン1着帝王賞、勝ったのは8番 MI ブランだ。戻ってきました。ご用でしょうか。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。
ますね。嬉しそうですね。元気いっぱいね。もう少し増えてくれるとよかったのですが。ただいまより投票受付を開始します。
の暮れの風物詩東京大商店、まもなくスタートです。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。12番大隅ジェットが先頭に立ちました。サプライズパワー。外から1頭6番ゴールドヘッド、そしてその後ろからマキバスナイパー、それからザプリア。さあ気合はどうなんだ。カタノペリー、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気の名声オペラであります。3番ワールドクリーク、2番大勢リーフ、ほとんど馬体が合っています。それからもう一頭一方玉行き、内を通ってスルスルとファストフレンドが上がっていきました。ちょっと離されまして7番成田コマレ。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭行くのはサプライズパワー、1馬身リード。これを追って6番ゴールドヘッドであります。大隅ジェット、マキバスナイパーがそのうちにいます。そして5番手にザポリア、カタノペリー、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。9番名声オペラがこれを追う展開になりました。それから足毛の馬体ワールドクリークであります。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。青い帽子サプライズパワーが先頭。さあ先頭はサプライズパワーが一馬身リード。先頭石崎とサプライズパワー、名声オペラが差を詰めてきた。名声オペラが襲いかかる。先頭は4番サプライズパワー、名声オペラがかわした。ファストフレンドが差を詰めてくる。外からファストフレンド、名声オペラかファストフレンドか、ゴール板をほぼ同時に駆け抜けました。レースを終えた馬が戻ってきました。